人形使いくんじゃないかなんで君がここにどうしたやけに不景気な顔をしてあれれお姉ちゃんこの人とお知り合いなのまあな。 へーお姉ちゃんが男の人とお知り合いなんて珍しいねそうかうんそうか言われてみればそうだな彼氏大外れだなあ 違うのかなぜそんな残念そうな顔をするだって彼氏だったらお姉ちゃん見る目あるって思ったのに見る目ってあのねあのねこの人ねすっごくいい人なんだよ。私この人にすっご すごくお世話になったんだ。お世話。そんなことないよ。 さっきね、私ここでばったり倒れたんだって。気がついたら、この人に抱っこしてもらってたの。その前のこと、さっぱり覚えてないけど、すっごく優しかったんだよ。それからね、昼間は一緒にお相撲ごっこもしたよ。 クンズホグレツの大熱戦だったんだよ。それからね、すっごいものを見せてくれたんだよ。あんなの見たの、生まれて初めてだったよ。ねえポテト。ピカピカ。 待て私の妹に、いかがわしい薬を嗅がせて、ふらちな行為に及んだな。組手の稽古だと偽って、嫌がる妹に、あんなことや、こんなことを強要したんだな。そうしてやおらズボンから自慢の、 殺す。くそ。食い詰め者の旅芸人だと情けをかけた私がバカだった貴様だけは私が叩き切ってやる黙れ私の大切な妹を傷者にして無事で済むと思うな観念しやがれ え,えい男のくせにごちゃごちゃと言い訳をするな <noise> 死ねえ <noise> こら避けるんじゃない またよきやがったかううん分かった助けるねえっとえっとあちょちょっと待ってねえっとじっとしてろ まさかあそこでポテトを投げてくるとは思わなかったぞごごめんとっさのことだったからいやなかなか見事な攻撃だった感服したぞ それにしてもすまなかったな国崎君。まさかそんな事情があったとは思わなかったんでな年甲いもなく少し取り乱してしまった何か言ったか 私からも謝るよごめんねえっと国崎くんだっけ下の名前はゆきとくんかいい名前だねそこはかとなく甘美な響きを醸し出してるよ じゃあ、改めてごめんなさいでしたユキトくんほらお姉ちゃんももう一回ちゃんと謝ってうんああすまなかったな何か言っただろう。 帰ろうかお姉ちゃんそうだなユキトくんは一緒に帰ろうよそう 残念。4人で帰れると思ったのにねえポテトピコううんそんなことないよ あれれでも、ユキトくんって、どこに住んでるのなんか、この町の人じゃない感じがするけど。 寝る場所とかはどうしてるのそうなんだじゃあ安心だねおい帰るぞ。 それじゃあ私たちは先に帰るからユキトくんも気をつけて帰ってね行こうポテト行こうあそうだ私 カノだよ。名前、霧島カノ。よろしくね、ゆきたくん。 おはよう。 ユキトさんの服も洗う。脱いでほしい。臭くなってるよ。一緒に洗うから脱いでほしいな。 さんって結構筋肉あるねこうやってみてこうかっこいいマジマジあ洗濯機もう回してたんだ。 じゃ、洗ってくるねおのれは変態か あんたは一人の時そんなことして暇つぶしとるんかやっばいやつやでまっ軟弱な男よりはマシかでも男の名前の雑誌とかこうたりしとったら最悪やん怖っ 早い何言うとんねん。うちは早いことあらへん。あんたらが遅いだけやろ。 なんでうちがそんな暇あるねん。今から仕事や。そういうん関係あらへん。暇になったら平日でも休みになるけど、今は忙しい時期なんや。ただ飯黒てる奴とは違うねん。ええー、なあ,あんたは。 自分の裸見てるだけでも飯食えるんやからな。せやな。早そうしてくれるとありがたいわ。と、あんまり時間あらへんのやった。したくせな。 えまだ濡れてるよ出かけるのでも今すぐは着れないよちょっと無理私の仮装か胸にねステゴザウルスがプリントされてるのかわいい。 ね、どうするそんな、気持ち悪いよ聞き分けのない人だなちょっと待っててね 大丈夫うんいってらっしゃい。